こんにちは、ハイジーです。というわけで、なんか二郎系ラーメンっていうのがさ、いつの間にかすごく一般的に認知されるようなジャンルになってきてる気がしません？最近特にここ2年くらいで急激にぐわっとそうなったようなイメージがありまして、僕が初めて二郎系ラーメンに行ったというか、ラーメン二郎っていうのはね、過去ね1回しか実は行ったことないんですよ。で、それは本当10年以上前、新宿の歌舞伎町で今とは違う場所にラーメン二郎があった時に行ったんですけども、当時僕のライブについてくれてた作家さんに何食べたいって聞いたら、ラーメン二郎を食べたいですっていうふうに言われて、その時知らなかったんですけども、あ、ラーメンいいねって言って2人で行ったんですよ。夕方だったんですけど、その時は並んでなくて別に、で、別に並んでない普通の、だから夕方6時くらいですよね、行ったら、まあ席が半分くらいは空いてるような感じで、普通に入って普通に食べたんです、その時は。で、それから、まあその時とにかくね、ラーメン食べる気持ちで行ったんですけども、これラーメンなのって正直思うくらい、もう麺がさ、もう小麦の塊みたいな、こんなグリグリ、まあ後からそれワシワシって表現するもんだっていうのも聞いたんですけども、こんなうねうねちょっとぶっといし、ズルズルズルってすする感じじゃないようなラーメンって感じで、で器も油まみれだし、すげえな、ただうめえぞこれと、次の日もまた思い出しちゃうぐらい、そう、それはまたまるでコーヒーと一緒、噛んでるくらいのうまさだったのよ、それを噛むくらいので、いやこれうまいね、昨日食べたラーメン汁俺忘れないよ、うまいねって言って、次の日行ったらめっちゃ並んでたの。だから本当偶然、その僕が行った日はスッと入れただけで、そっから以降さ、ラーメン二郎ちょっと行ってみたいなって思っても、どこの店舗行っても、あ、神保町行ったらやっぱ並んでんだとか、あ、空いてないじゃん、時間すごく短いんだ、空いてる時間がとかいうのも体感したりとかで、もうそっからはいわゆるもう本家本元のラーメン二郎っていうお店には行けなくて、しかもその初めて行った時は何も知らずに普通に食べたんですけども、もうほどなくして、初めて行く人にとっては結構コールの仕方が分かんない、何度か増しとか何度か増しとか分かんないし、なんか結構デカ盛りを間違って、普通盛りかと思って普通って注文したらでかいのがボンってきちゃって、食べきらない時の店員さんの目線とか、他の周りのお客さんからの目線も厳しいものがあるぞっていうのを後から知ってビビってる自分もいます。で、そんな中さ、最近コメント欄とかでもさ、ちょっと話が長いからもう食べます、まあ後から喋るわ、もう喋る気持ちになったら喋る、ニンニクバター味噌というどん兵衛が出しているセブンイレブン限定の、まあ二郎系うどんと言われている商品でございまして、これのバター味噌バージョンが出たということで、ずっとストックしちゃったんですけども、いざという時、もういざという時というか、もう我慢できなくなったら食べようと思ってたのが今ということで、早速ね、ちょっとね、もう絶対に美味しいじゃん。二郎系といえばさ、やっぱりさ、もうがっつりのさ、背脂、豚骨、醤油、で、ニンニクのパンチ力で、こっちをガンガンもう攻めてくるというものでございまして、ほら、もう、マシマシというだけあって、こんなに、直前というか、こんなに上まで具がもう出てるというか、ことないですもんね。ちょっと蓋開けてびっくりしましたよ。もうちょっと下にいるのかと思ったら、だいぶ上にいたから。やばいぜ、これ。で、じゃあちょっとお湯の方も入れていくぜ。さあ、こう来て、こう来て、せーのと、ちょっぽーん。はい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 、せーの、ペローンと開けて、あー、いい匂い、いただきます。ではよく混ぜていきましょう。え、がっつりと、わー、うまそうな匂い、バターの匂いも効いてるかな、すごいな、いいね。で、麺に関してはいつものどん兵衛の平打ち気味のこういうやつだと思いますけれども、わー、でサイズ感もさ、実はさ、ちょっとこういう形のカップ麺にしては
大きいんだよね。もうがっつりガチンコマシマシ感の感じは嬉しいよね。あ、うまい。順位で言うとバター味噌でニンニクの順番くらいのイメージかな。バターがなんなら一番のマシっていう感じがするくらい、普通さ味噌ラーメンでこんなにバターの風味感じられることないから嬉しい。まあ一応二郎系っていう歌い文句で結構ね紹介されてることが多分多いと思う。まあ多分どん兵衛さんもそれをちょっと意識して作ってるはずなの。このだってさ赤とさ黄色の文字でニンニクで、で黒と黄色でバター醤油って、このさ色使いがもうはっきり言って二郎系から来てます。インスパイアされてますから二郎系意識してると思うんですけども、まあそういうニュアンスはちょっとありながらも、やっぱり味噌とバターが入ってきちゃうと結構別物になってくるよね。それはうん、もう後から自分で足したのかと思わせるくらいのバター感だね。ただこんだけさガチのさバターマシマシって言ってるから、やっぱこんくらいのさバターガツン感があった方がまあベター、バターがベター。まだ終われない、待て。うん、うん、あで、すごいのはこんだけさいろんなね具材というか味をマシマシにして提供してくれてんのに、すげえしょっぱいとかっていうわけじゃないんだよね。味ははっきりしてるけれども、いやしょっぱいなーじゃないのがやっぱすごくて、そこに感心しちゃいますね。結局これ実はさコーンもこのようにちゃんと入ってますし、味噌バターで、味噌バターコーンなのだから、なんならこれ北海道ラーメンのニュアンスの方が二郎系のニュアンスよりも強い感じがして、北海道っていう意味で言うともう二郎というよりもサブちゃん、サブロ系みたいなところもあるかと思います。終われ。はい、で、そうだ、やばい、タイマーとかセットするの忘れた。タイマーのセットをしないままお湯を入れておりますが、サブチャンネルなのでこういったシーンもあまり編集入れずに、流していっちゃうというふうな、なんかふうに考えておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうかということで、ちょっと待って、はい、3分計ろう。で基本的にね、私のね、iPhone のタイマーっていうのは、設定がねいつもねこうやってタイマー終了時に音鳴らずに、再生終了、再生停止っていうのになっちゃってるから、これも変えるっていうところから始めなきゃいけない。3分でいいのこれ、5分だ、あぶね、4分半に、じゃあ4分半にしよう、4分半にして、はい、用意スタート。はい、ということで何の話してた？そうで、なんで iPhone のさこれをさタイマーを、本当はね音鳴らずに停止にする、再生停止っていうのにするかっていうと、昔はさ僕さ寝るとき、本当中学生の頃からさ、なんていうの、ラジオを聞きながら寝るっていう習慣がありまして、その時は三宅裕司さんのヤングパラダイスね聞いてて、聞きながら寝るっていうのがもう癖になっちゃってて、それが今でも続いてて、でね、ここ近年はもうポッドキャストっていう便利なものがさ登場してさ、何がいいってさ、ポッドキャストはタイマーがあるのよ。聞いてて、この今ね、もう寝るから10分後には再生停止してくださいっていう風に設定すれば、好きなラジオを聞きながら寝て、眠りに落ちた頃にはもうこっちも止まってくれてると。それが中学の頃はそうはいかずに、聞きながら寝るってなったらもう起きるまでずっとねここでねなんか喋ってんのよ、誰かしらが。で派手な音楽がかかる時もあるよ、それで起きちゃう時もあるよっていうのがずっと不便ではあったんですけれども、とうとうそういう時代が終わってポッドキャストタイマー出たというのが嬉しかったんですけれども、最近はさポッドキャスト以外にもさいろんなさラジオアプリってあるじゃん。そういうのも利用したりする際にポッドキャストのように10分後に止めてくださいっていう機能がないアプリが非常に多いと。でこれ困ってたんです。
だからそういうアプリに関しては寝るとき使えないと、もう結局ポッドキャスト一択になっちゃうよ。ただ他のアプリでさ、寝るときにちょうどいい声質の方がいらっしゃったりとか、もうまったりしてる方とかいて、ぜひ寝るときに聞きたいっていう方がいっぱいいるのに、それができないっていうふうに悩んでたんですけども、この iPhone の標準のアプリね、このタイマーアプリで再生終了、再生停止っていうのがあるって気づいてからは、もうその裏でこれを停止っていう機能を設定しとけばできるから、もう重宝してますっていう話が今入りました。本当はこんな話する予定じゃなかったのっていうのが嬉しいねっていう話でございますね。でちょうど4分半立ってるんだ。あれさっき設定変えたのにさ、再生停止のモードのままになってる。こういうことがあんの。